カナダ GP 決勝を終え、ビザキャッシュアップ RB に対して、1万ユーロ、169万円の罰金が科せられることになった。同レースで角田博樹は8番グリッドからレーススタート。残り5周まで入賞圏内で戦い続けるも、ターン8で痛恨のオーバーランから大きくポジションを失い、最終順位は14位という結果に終わった。だが角田に課された罰則はレース直前のもの。FIA、国際自動車連盟は、日本人ドライバーがスポーツ規則に違反したと発表している。いかなる場合でも、フォーメーションラップの予定開始時刻の14分前までに、全ドライバーは国家斉唱のためグリッドの最前列にいなければならない。角田はカナダ国家斉唱スタート時、所定の位置にいなかったという。ブカーブに1万ユーロ、約169万円の罰金を課し、スチュワードはビデオでその場面を確認し、ドライバーが国家斉唱に遅刻したと判断した、とその理由を説明している。ブカーブ側は、チームはドライバーに対して時刻を適切に知らせなかった、と伝達ミスだったとしているが、国家斉唱の時には時間通り所定の位置へと到着するのは、ドライバーの責任であるとのこと。決勝終了後には、僕のミスです、と14位フィニッシュを悔やんだ角田。レース内容とは異なる理由でチームに対して罰金が課せられ、泣きっ面に蜂となってしまった。